してやっていきましょう。はい、行こう。よし、マシンもちょっとだけ速くして、で基本やっぱりストレートで、まずはストレートがやっぱり打ち返せへんから変化球も中途半端だったり、前にポイントせなあかんから変化球振るわけやから、しっかりまずストレートをしっかりまず仕留める。はい、はいはいはい、よし。現在、06ブルーズの監督をしております櫻井光大です。2002年に、阪神タイガースに入団して、10年間、阪神タイガースに在籍してました。その後、香川オリーブガイナーズに、2年間選手として、いまして、その後、BC リーグの、滋賀県のチームに打撃コーチとしていました。そしてまた現在06ブルズの監督をしております。応援よろしくお願いします。ブルズの監督っていうのは去年のオフぐらいに話し合った時には、はい、どういったびっくりしましたね、びっくりしましたね、実は今年からオーナーが変わりまして、変わったとか、株式会社になったんですよね、今まで NPO 法人だったんですけど、今年から06ブルーズっていう株式会社になってオーナーがおられて、でそのオーナーにちょっとご飯行こうやと、でもう監督してほしい、でさらにまあ高台しかおらんっていうふうに言っていただいた時にもう覚悟してやりますってなりましたね。逆に僕でいいんですかっていうふうに言いましたけど、だからまあ自分も一緒に成長できたらいいなっていうふうに思いますね。コーチ時代とかなり心境の変化っていうのはありますか？そうですね、やっぱりチームをまとめないといけないですし、やっぱりその一人一人に、やる気というか、のもね出させないといけないんで、みんな一生懸命やってくれてるんですけど、実際その、ね、目標としてるのは、MVP に行くことなんで、まあ、そこまでの道のりっていうかね、そんな簡単なもんじゃないよっていうのを、ね、伝えるというか、言ってしまえば簡単なんですよ、その諦めるのは簡単なんですけど、実際10年間ですかね、06ブーツができて、まあ、MVP に遅れてないので、まあ、これは現状だと、やっぱもっともっと頑張ってもっともっとアピールして、長所をもっともっと全面的に出せるようなっていうのを考えながらやってます。やはり NPB 送り出したいっていうのは大きな目標。そうですね、それが一番大きいかもしれないですね、今のところは、まあ優勝するっていうのもすごい大事ですし、けどまずはリーグがこうね、皆さんに認識してもらえる、応援してもらえるようになるには、まずそのメディアとか注目されないと、実際いろんなところに挨拶しても、そんなに認識してもらってない方が多いんで、それは現実やと思うんで、やっぱりね、僕も四国アイランドリーグ2年いましたから、僕がいた時にちょうどこうなんていうか、プロ野球選手が出だして、こうスカウトの方もたくさん来られるようになったり、メディアの方が来られるようになったり、で僕がいた時は又吉投手がドラフト2位で行ったりして、まあ、注目が集まるようになって、で選手もなんか集まるようにもなって、
いい相乗効果というか、そういうのはもう経験したんで、まあ、そういうふうなリーグになれるように毎年毎年、最低でもリーグから1人は NPP に送れるようなリーグにしたいなっていうふうに思ってるんで、まずは06ブルーズから第1号出れるように、そういう選手を育てられるようにやりたいと思います。影響を与えた監督さんっていうのはありますか？まあ、影響というか、まあその、うん、僕が監督になって、その正直そういうのはないんですね、うん、けど僕が1年目の時に、まあ、岡田監督が、2軍監督におられて、まあ、全然僕みたいなそのね、まあ、パワーはありましたけど、うん、ずっと4番で使っていただいたんで、2軍で、なんかその全然最初打てなくて、でも使っていただいたんで、でその中でどうにか結果出してやろうっていうふうに思いましたし、よくなんかこう我慢して使っていただいたなという感謝はすごいありますね。岡田さんからの言葉でなんか頭に残ってるような言葉ってありますか？遠くへ飛ばせ、ゴロを打つなって言われた記憶はありますね、はい、僕の場合ですよね、はい。でまあ、僕が、初めて一軍に上がった時も岡田監督なんで、なんか使っていただかないと、ね、結果って出ないんで、技術的な壁っていうのは感じたことありますか？技術的な壁、技術もそうですし、一軍って特に精神力だと思うんですよね、で特に阪神タイガースって、強い精神力がないと、負けてしまいますから、あと割り切る力、なるほど、はい、4タコ4タコで終わって、それが3三振やったらやっぱりどうしても当てにいっちゃうんですよね。でボール球振ったらあかんあかん思ったら外まっすぐ見逃しちゃうんですよね。これはもうみんな若い時っていうか経験すると思うんですよね。そのだから特に阪神タイガースっていうのは本当に、先ほども言いましたけど、監督は我慢がすごい必要と思います。まあね、いろいろあると思うんですけど、やっぱちょっとね、今見てたら佐藤君、ちょっとね、開幕になってからちょっと調子落としてますけど、そのね、一回休ますか、一回リフレッシュさすかって、そういうのはいろいろ指導者って難しいなって思いますね。佐藤の話になりましたけど、まあ、直接は見てないですけども、画面で見る印象としてはどうですか？だから22歳ですかね、23歳の年、の僕よりかははるかに、いいと思いますね、パワーだけならどうかなとは思いますけど、まあ、あんだけ逆方向であったりセンターにオープン戦で打ってたんで、僕も23の年ですかね、自分に上がってずっと出させてもらったんですけど、その年になるんかな、そうじゃないですね、その年、だからまあ僕より間違いなく打つと思うんですけど、僕が多分2割8分ぐらい打ったんかな、で9本ぐらいだったと思うんで、打点も50いかなかったと思うんで、まあ、最低それは普通にしてたらこういう、もしかしたら20本、3割20本、100打点近く、もしもね調子上がってきて試合出るようになったら、それぐらいは打つと思いますけどね。まあ、だから彼も今調子悪い時の周囲の目とかいろんなものも、まあ
入ってくる1年目ですからね、うん、そうですね。そこら辺、櫻井監督からの経験的にはそのずぶとさというか自分を貫く姿勢っていうのはどう持ち続けるべきやという意味になって分かるところで、ずぶとそうなんで、うんうん、もしかしたらそんなに気にしてないかもしれませんし、うんうん、その準備をしっかり今してるかもしれないんで、うんうん、今に見とけよって、うん、それはどう思ってるかはね、うん、分かんないですけど、うん、そういう思いでいてるのであれば結果出すんじゃないかなっていうふうに、うん、僕はその1軍に呼ばれた時に2軍ナルハまでいて、急に練習後に言われたんですよね、うん、ナルハマの練習後、練習後に、あれ練習後やったかな、うん、練習まあまあそんな早い段階じゃなかったんですよ、うん、でえって、うん、って思って、で明日から行くぞって言われて、うん、でちょっとやっぱドキドキもしたんですよ、うん、ワクワクも、うん、で僕はなんていうか行くには覚悟を持っていきたい、うんうん、であかんかったらあかんで、うん、で僕はスタヤに行って、ヤマトっていう映画を、うん、あの反町隆史さんと中村獅童さんが主演の、うん、ヤマト魂の戦争の映画を僕は借りに行って見たんですよね、夜ご飯食べ終わって寮で一人で、うんうん、っていうかあの人たちって昔ってね、日本の方ってもう行ったら帰ってこれない、お国のためにっていう、お国のために戦争に行って帰ってくる、ね、燃料はもうないんですよ、うん、もう 99% 死を覚悟して戦争に行って国のためにっていう映画なんですけども、うん、それを見た時になんかこうね、その覚悟というか、うん、そのもうそこまでしてもして戦いに行く、うん、と思ったらそういう怖さであったり緊張感がなくなったんですよね、うん、まあ、その見終えた瞬間に覚悟できたというか、うん、あかんかったらまたファームで頑張ったらいいって、うん、その代わり後悔のないように一球一球食らいついてやるって思って行ったのがもうすごい覚えてますね、うん、だそれを1年間その年は全うできたというか、一球一球集中してできたんじゃないのかなって思いますね、うん、いい話でしょ、めっちゃいい話、ね、いい話なんかな、うん、いい話だけどもう本間の話なんで、うん、やっぱりみんな緊張すると思うんですよ、それはどう、ね、まあ、うん、そのね、人それぞれ緊張の取り方であったり、うん、集中力の入れ方であったり、うん、スイッチの入り方、抜き方、うん、あると思うんですけども、そういうのがあればね、うん、いいと思いますね。僕、心取ったんですよ、ほんで。うん、ちょっとあの、全員お名前を全部言ってもらうコーナーみたいなのがあるんですけど。あ、全然言いますよ。いやいや、けど言えなかったらやばいじゃないですか。ちょっと、練習してから。練習、言いますよ。安藤さん、ドラフト1位、10枠。あ、10枠になるんかな、この時期。何やったかな、希望枠。希望枠ですかね。希望、あ、違います。僕らの時で何巡目です。僕3位なんですけど、4巡目なんですよ。1巡目、安藤さんです。背番号16。すごい、そこまで、はい。はい、で、浅井さん、背番号12、2巡目。現、北新地。そうですね、法政からトヨタで法政大学で、次が僕 PL 学園桜井光太、一番悪そうな顔してますねで中林、青のね、青のユニフォームどこでしたっけ、金沢でピッチャー中林、36やったかな、で梶原さん、梶原さんですよね、64番だと思います、ピッチャー藤原徹さん、今マネージャー、うん、徹さん2番やったかな、徹さん
で、木田郷さん、郷さん44番で、55に変更、沖学園、福岡、東さん、天理、早稲田60番、トンさん、はい、通称トンさん、ま、間違いないと思います、はい、で野崎社長、はい、そうですそうですそうです、そうです、はい、はい、どうですか、そうです、意外とそういうのは、うん、はい、しっかり